皆さんこんにちはこちらは東武線東京スカイツリー駅と引き船駅の間の踏切です地元では大踏切と呼ばれている踏切です現在高架化工事が行われています今日はこの高架化工事の話とそれにまつわる歴史の話をしていきます僕が立っているこの場所下を見ると京成押上線の線路があります 踏切を渡っていくと仮設線路が見えてきますこの高架化工事は普通の連続立体高架化事業ではありません連続立体高架化は連続なので踏切を3つ以上取り除く必要がありますしかしこの高架化工事では取り除く踏切がここ大踏切1つしかありませんよって普通は都道府県が施工をする高架化ですがここでは墨田区が施工をしています なぜ踏切が1個だけ残ってしまったのかそこには歴史があります目の前の線路は下り線の仮線です右の方に留置線が見えていますそれでは線路に沿って歩いていきます大踏切から引き船方面に歩いていきます線路の北側を歩いていますこちらは下り線の高架橋です何やら仮設っぽい感じがします そしてここ、交差点を右に曲がっていくと見えてくるのが、よ行きますと踏切が見えてきます。こちらの踏切ですが、京成押上線の押上1号踏切です。ここには戦前、受け地駅という駅があって、東武線、京成線とも駅がありました。東武と京成の乗り換えのためにできた駅で、主に京成から東武線の浅草に行くために、 乗り換えを想定して作った駅ですしかしあまり利用者がいなかったそうで戦時中に休止されて戦後廃止されます一方で平成の半ばまでここには東部の踏切がありました京成と東部全く同じ踏切で自動踏切というよりも踏切種人が踏切の上げ下げをするスタイルの踏切でしたちょうど昔の竹塚とか京成高砂にあったスタイルの踏切です では何でなんで亡くなってしまったのかその理由を探しに引き船型に歩いて行きますこちらずっと仮の高架橋が続いて行きますこの先フェンスの中を覗き込むと答えがあります半蔵門線です今東京メトロ8000系が走っています半蔵門線直通の時に京成線との協業踏切は東部だけ高架になりました ではなぜこう、今回高架化される大踏切は高架化しなかったのでしょうか。昭和の末期、北千住駅は今とは違って地上に2面4線だけある駅でした。中2線が日比谷線、外2線を浅草方面の列車が使っていました。当時は西新井方面から来た準急列車のお客様が日比谷線の電車に乗り換えるというところで、北千住の駅はラッシュ時パンク状態に陥っていました。 そのため東部としては何とか北千住から先浅草方面に乗ってもらおうとしていましたそのためまず1988年に浅草迂回制度というものが開始されますこれは北千住から日比谷線銀座線への定期券を持っている乗客を浅草駅に迂回させる制度です今のダブルートみたいなものですところが終わってこちらは京成線都営浅草線の押上駅です 尖角字型の小さい階段を降りて行きます降りると西口という小さい改札があってここを左に曲がっていくと壁がありますこの壁の向こう平成初期にはここから東武線成平橋駅今の東京スカイツリー駅への連絡通路がありました地図で現在地と書いてありますが左下に東京スカイツリー駅昔の成平橋駅があります その間、緑色のところ、スカイツリータウンですが、ここに二面三線のホームと線路がありました。昔の鉄道ピクトリア州を引っ張り出してきました。左側スペーシアがいいところが、今の東京スカイツリー駅、高架の駅です。そして、右側、ここのところ、八千系がいますが。ここが。成平橋駅の二面三線のホームで、ここに。 押上方面への連絡通路がありましたそしてここずっと通ってきて成平橋駅との乗り換え連絡通路にもなっていました当時は浅草駅の乗り換えの定期券を持っている方は押上迂回という制度を使ってこの成平橋から東江浅草線押上駅に乗り換えることができましたさらに東部浅草駅は8両が入れるホームが1線それ以外は6両しか入れないので 1994年から引き船駅まで14で走って後ろ4両を切り離すということをやっていましたこちら京成押上線から見ていますが目の前引き上げ線が見えてきますこの赤いところ廃線になっていますが切り離した4両ここに入れて折り返しをしていましたこうした中で東武線の輸送力増強の決定打が出ます1993年に半蔵門線への乗り入れが決定します こちらは押上駅上の駐輪場から撮影しています今上り線の高架橋が建っていますこの場所まさにこの場所に半蔵門線乗り入れの際東部成平橋駅を移転して2面4線の高架駅を作る予定でしたそして今回高架化されてなくなる踏切も同時に高架化されることになっていましたしかし東部の悲劇はここから始まります半蔵門線乗り入れが決まったまさにその1993年 東部の乗客数はピークを迎えます。そして乗客が減少する中、続々と工事が完成していきます。1997年に北千住駅の改良工事が完成して、今の形になって浅草迂回、押上迂回の定期券は廃止されます。さらに2003年3月、半蔵門線押上開業に伴って成平橋駅の地上ホーム、引船駅の引き上げ線はなくなり、今の形になります。 地上に降りてて歩いていますす左側側がが東京スカイツリー右側が今建設中の高架橋ですそして2面4線の高架橋駅これはどうなったかというとこちらは2001年に東部が出したプレスリ,リースです特定都市鉄道整備事業計画の変更申請についてということですがポイントはここです。 平成5年度の9億5,000万人をピークに減少傾向に転じ平成11年度には8億8,000万人と平成5年度と比較して約7%の大幅減少ということで乗客が減っていますという話になっています。そのため計画を変更しますということなんですがここの計画変更一番目に出てくるこの伊勢崎線11号線直通化工事11号線とは半蔵門線のことです。 そしてここです。蒸気工事と合わせて最大輸送緑地の北千住口重要列車の折り返し設備として成平橋駅今の東京スカイツリー駅を1面2線の高架駅から2面4線の高架駅とする計画でありましたが輸送需要の低迷により工事から除外することとしましたということで2001年移転をして2面4線の高架駅とする計画を断念します。 そして形成との共用踏切は高架化したものの今回の高架化対象の大踏切はそのまま残ることになりましたこちらズームにしますと東京スカイツリー駅の新しい上りホームが見えてきますそしてこちら工事の案内図です現在は上り線の高架化工事を行っていますこの後下り線を高架にして最終的には2面3線で引き上げ線2線が加わると いうことになります上が事業開始前そして下が今の状況を撮影していますこちら東京スカイツリー駅上り線の高架ホームです引き船型ですがこちら仮設になっていますこちら東京スカイツリーのバス乗り場目の前東京ディズニーリゾート行きですが振ってみると上り線のホーム ここのところ幅が広くなっていて、多分この辺りに入り口ができるんじゃないかと思います。それからこちら下です。見てわかりぬ通りに地面を掘り下げています。何か作るんだと思います。ホームに上がってみました。こちら上り線浅草方面行きです。ホームの途中からポイントがあって線路が分岐をしていきます。そしてこれずっと辿っていきますと、 新しい硬化ホームができています。線路を敷いてあります。これ途中仮設の部分とかがあって、多分ですね、これホーム曲がっていますが、完全にできる時にはホームまっすぐになるんじゃないかというように思います。なので先ほど引き船型が仮設になっていたという仕掛けだと思います。それでは最後下り線に乗って硬化工事を見ていきたいと思います。こちらですが下り側は。 一面二線になるというところで非常に幅が広くなっています上りが一面一線下りが一面二線ですそして坂をずっと下っていきます右側の上り高架線ほとんどもうできていますね本節という感じですそして左にカーブを切っていきます 目の前、こちらの踏切が今回除去される大踏切です。そして踏切を越えるとすぐに上がっていきます。この立体化工事、なんと距離9 0 0メートルという連続立体化工事としては、破格の短さになっています。そしてこの上り列車、今行きましたが、この間から半蔵門線直通用の線路が出てきて、引き船駅に入っていきます。 東武鉄道輸送力増強事業が終わった瞬間に乗客が減って、今年のダイヤ改正でもかなりの減便になりました。しかし、この大踏切の除去事業とか、かすか駅の高架化事業とか、少しずつでも良くなるように投資をしていただければというように思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。